9日の衆議院の予算委員会で野田総理は、5年間は少なくとも19兆円という見込みを立てているが、これが増える可能性は十分あると答弁されました。5年間で19兆円では収まらないという意味でおっしゃったんですか。総理、野田総理大臣。私の発言ですから、私お答えしますけれども、5年間で19兆円、復興集中期間で19兆、そして10年間で23兆円というこれ試算は、阪神・淡路大震災の被害総額を参考にしながら作った額なんです。それで国と地方はどれぐらいお金を使ったかということを踏まえて、少なくともという形で出していますけれども、ただ、現実問題として、例えば除染をこれから推進をしていくときに、除染は東京電力に急所するんですけれども、例えば中間貯蔵施設の問題とか、いろんなもので、まだお金がかかってくる可能性は、私は十分あり得ると、そういう意味で発言をさせていただきました。山本香苗さん。現時点で増える可能性があると。19兆円では収まらないということに言及されながらですね、じゃあなぜ今回、19兆円分の財源しか手当てされなかったんでしょうか。はい、野田内閣総理大臣。これは今、少なくともの まず前提から始まりました。で、途中で事業の進捗状況を見ながら、どれぐらいさらに復興事業が必要なのか。その財源をするかということは、その都度また見直しをしていくということの前提のスタートラインが、この19兆円であるということであります。山本さん、19兆円を上限と、とりあえず定めたと、それは増税を低めに見せるためにやられたんじゃないですか。はい、野田総理大臣。増税を低めとか、そういう思いではありません。あくまで試算をした中で、どれぐらい事業が必要なのか、そのためには必要な予算措置をやっていかなければいけません。そういう意味で、まずは前提は被害総額の違いから、阪神・淡路大震災のものを参考にしながらやりましたけれども、さらに詳細にこれから各被災自治体の復興計画なども出てきますし、そういうものを踏まえながら、事業の進捗状況を見ながら、途中でチェックをしていくということでございまして、決して増税の云々という話ではありません。山本香苗さん。では19兆円を超えた場合、追加増税をしないと、はっきりと断言して、断言できますでしょうか。はい、野田総理大臣。今回のいわゆる19兆円の中でもですね、基本的にはスタートとしては、例えば子ども手当の減額等々による歳出削減であるとか、あるいは税外収入の確保、これ、最大限を やって、足らざる部分を臨時的な税制措置で対応するという形になりました。同じようにこれからさらに19兆円では足りないというときも同じ姿勢でやっていきたいと思うんです。歳出削減可能なのか、さらなる税外収入可能なのか、そういう中での判断をしていきたいというふうに思います。山本香苗さん。復興費が19兆円を超えた場合、追加増税をしない、これはですね、三党幹事長の会談で合意をされ、三党政調会長へ申し送った事項なんです。私が申し上げているのは、この合意を守るかどうか、そのことを伺っているんです。総理、もう一回、はっきりと答弁ください。野田内閣総理大臣。基本的には三党合意を守っていくということは基本中の基本でございまして、そのプロセスが、要は、それより超えたときには、歳出削減とか税外収入をしっかりやると、そういう意味で申し上げたということであります。山本香苗さん。じゃあ、追加増税しないということでよろしいですね。はい、野田内閣総理大臣。それじゃあ、財務大臣、安住淳君。今、総理からもお話ありましたように、安易な増税はしないと、そして今の増税は時限立法になっておりますので、それが一つの互いになっているというふうに私どもは認識しております。山本香苗さん。総理、三党合意をしっかりと守ってください。ぜひよろしくお願い申し上げます。